お疲れ様です。雪しろっすね。完全な、完璧な雪しろ入ってますね。結構上流域なんですけど、やっぱり、ま、気温がガーッと上がったせいで、今ちょっと夕方なんですけども、昼間の気温上昇でがっちり雪しろ入っちゃったみたいな感じですね。で、今日のタックルなんですけども、まあ3番ロットでもいいのかなと思ったんですが、ちょっと川幅が広くて、ちょっと水深もありそうだったんで、6番ロットで、来ました。シマノのライムストーン、9ヒット6番ですね。シングルハンドと、あとリールはシマノの、フリーストーンラジアバーです。毛足長めの妊婦でやってみたいと思います。やっぱりちょっと濁りが強いんで、ちょっと厳しいのかなと思うんですけども、まあ久しぶりのシングルハンドなんで、まあ運が良ければ出てくるかなって感じですね。ですね、水面近くではおそらくヒットしてこないと思うんで、ちょっとアウトリガースタイルみたいな感じで、ロッドティップの真下のラインぐらいをですね、釣るようなイメージで、あまりキャストせずに打ち直していくような感じでニンフを流していこうかなと思います。これの利点はやっぱり重たいニンフを使うときに有効なんですけども、まあがっちりすぐ沈めれるっていうとこですかね。よし、来た。OK。うん。サイズは小さいですけども、まあ元気な。ニジマスですね。雪城の中でもやっぱり丁寧にですね、川底にニンフを流し込むとやっぱり食ってきてくれますね。
まあ小型のニジマスが出てくれましたんで、まあ魚はいるのかなという感じですね。でまあ食ってくる、まあやる気はまあそこそこあんのかなって感じで、あとはもう流すレーンだけ気にしながら、流すレーンとあと深さですね、ちゃんとニンフを沈み込ませるっていうのを意識しながら、やっていきます。やっぱいた。そう、サイズいいの出たんで、ラインブレークさせないように。ヒットフライなんですけども、こんな感じの。ちょっとサイズアップかも。うん。ニンフを沈み込ませて、今度あれです、打ち直しのためにピックアップした瞬間に食ってきましたね。ちょっとこれは、まあでもさっきと同じぐらいのサイズかな。はめますっすね。はめますかも。